はい、ということで、こんばんは。アーリン0611さん、アーリン0611さん、たやきちゃん、ゆるちゃん、かいつさん、たやきちゃん、ありがとうございます。ヨンミンさん、たいやきちゃん、石井さん、たいやきちゃん、ありがとうございます。ゆうまさんもありがとうございます。豊かなあごり、すがじいさん、たいやきちゃん、ありがとうございます。はい、初めて見るようになってますね。これはあの多分見たことあるものです。ものの T シャツ、初見、もう初見詐欺すぎるよね。昨日も着てたし、うん、さすがにわかるよね。まあさすがに。これ GU のやつです。吉本レッチさん、竹本さん、たやきちゃん、田所さん、ハートありがとうございます。ゆきたんさん、ハートありがとうございます。私、炭酸を買ったんです。たやきちゃん、ひよしさん、たやきちゃん、ありがとうございます。田所さん、ハート、ありがとうございます。夕方、今日寝なかったですね。もう気づい、ちょっとやることがあって、ずっと言ってたら、気づいたらもう本当に、時間が足りない。炭酸水、いつ飲むのがいいの？炭酸水です。ずんだシェイクさん、たいやきちゃん、ありがとうございます。ほっこらーじょー。そう、ギター動画早く上げようと思うんですけどね、ほんと。いろいろ終わるのがいつも夕方で、ああ夕方だーと思ってご飯食べたら忘れるんですよね。っていう、それだけ。あと選ぶのにほんと1時間ぐらいかかるんですよ、私。あ、今日これがいいかな、いやこれもわーって言って、ずんだシェイクは飲んだことないです。普通の炭酸水よね。そもそも仙台にはいたことないですね。普段は透明の傘です。なんかお気に入りの傘買って取られたりしたら本当に嫌なので、
もう透明の傘とかですね。それかめっちゃ子供もうなんか超プリティな傘を前は使ってました。ちょっと夢かわな感じのやつ傘使ってたね。永遠に使ってました。本当にうん。上げるとこなかなか、そうだから本当にツイッターに上げれたらいいんですけど、なんかね、バケツさん、たい焼きちゃんありがとうございます。明日は晴れそうだね。やったー。え、ほんまに明日朝雨ちゃうっていうね。どうやったらツイッターに貼り付けれるかわかんない。ほんとね。これを開きまして、真ん中のこの点点点点ってあるここ。ここを押すとリンクをコピーって出てくるんで、そこでも。いいし、で私はね載せられないですけど、皆さんもね、ワンちゃん画面、あ、間違えた、ワンちゃん画面録画とかしちゃったらもうね、そう、リンクコピーとかですしね。やっとハム太郎も今流行ってる。とは。ハム太郎ね、ずっとランクインしてるんですよ。あの、ショールームとかのやつも、なんて言ったろう、見てても。なんかほんと、1位とか2位とか3位とか。うん、ちょっとハム太郎の歌入ってて、投稿としてあげて、投稿はねしたくないんですよね。投稿しちゃうと私、あの、気づいてる方はいらっしゃるかもわかんないんですけど、ちょっと青系のもう真四角で統一して、ちょっとブルーのフィルターをかけて全体的にブルーっぽくしているので、そうだからここにね載せちゃうと、あの IGTV って横なんですよ。だから横画面ができちゃって、ちょっと黒い縁がで表示されちゃうんですよ。あ、白い縁か、そう、白い縁が表示されちゃうんですよ。前もねここに IGTV 入ってるんですけど、ほんとめっちゃ前の、まだ白枠ついてる時代の写真のところに IGTV があると思うんですけど、バスの中のみんなの会話とか、ももちゃんと横道とみさっきが写真撮ってるやつあれね投稿してみたんですけど、あと IGTV は
写真みたいにこういうちょっとねブルーな加工、ちょっとブルー系で揃えてるんですよね。私そのブルーフィルターがつけられたりとかできないので、画像で統一したくてこっちにしてます。Twitter で画質落ちるね。そうなんですよね。田所さん、レインボースターありがとうございます。ハートもありがとうございます。リンダルマさん、たいやきちゃんありがとうございます。ぜひね、でも画面録画という機能がありますので、ぜひ画面録画を利用していただければ嬉しいです。そうそう、エフェクトをかけてるんですよね。まあ、この点点点のところから入っていただくと、保存っていうところが出てくるんで、保存したら保存済みになりますね。一応ね、どこに入ってたかわかんないけど、保存済みから削除今したけど、多分ここの右上、ここのとこの保存済みってとこ、違う、保存済みってとこ押したら多分出てくると思います。わかんないけど思います。田所さん、ハート、つむじくぜさん、たいやきちゃん、ノーブーさん、たいやきちゃんありがとうございます。スタイルいいよね、好き、ありがとうございます。フルーツ大福まだゲットしてできましておりません。日本語大丈夫そう。ジョークスノーさん、たいやきちゃんありがとうございます。田所さん、ハート、つむじくぜさん、たいやきちゃんありがとうございます。ぜひね、 IGTV もいいねとかしてくださったら、全然関係ない方のおすすめ欄とかにもね、割と出てきたりするので、昔の IGTV みたい。コメントはね、見れますよ。田所さん、ハートありがとうございます。フルーツ大福、フルーツ大福美味しそう、美味しそう。ロコルさん、ハート、めっちゃありがとうございます。MT07 さん、たいやきちゃんありがとうございます。自動で前の動画に移動するから、ミスターミドルで聞ける。そうなんですよね、あれはミドルで聞きますね。2000個です。
いつか君と恋人になるさん、本当はありがとうございます。トドコロさん、ハート、エンティーズのさん、ユタ、トドコロさん、ハート、トミノクルさん、たやきちゃん、ありがとうございます。どころさん、ハート、つむじくるさん、たやきちゃん、たくさんありがとうございます。食べます、食べますってどういうこと、すいません、すいませんね、やばい、スイッチが、スイッチを見て思ったけど、ほん全然ゲームしてないや、もったいないね。ちゃんと年間入ってるのに、私そうね、弾き語りはですね、ため撮りしてます。そのままフルーツ大福うまいよ、いやー美味しそう、ゆいちゃんが食べててめっちゃ美味しそうだった。ゆいちゃんって呼んでるの？いや、ゆいゆいって呼んでます。おぐり様かゆいゆいって呼んでます。あ、ちょっと待って。よいしょ。ゆいゆいからはミッサーって呼ばれてます。大福好き？大福をあんまり食べないけど、あーでもいちご大福、いちご大福めっちゃ好きですね。そう、いちご大福は本当に好きです、めっちゃ好き。ごめん、バグってるかもしれないけど、そんなこともないか。タクパッパさん、たやき、ありがとうございます。そうで、フルーツ大福食べたことないんですよ、あのほんといちごしかない。ゲットしてみんなで乾杯の時に食べ、みんなと乾杯する時に食べたいなって思って、もしゲットできたらね。タクパッパさん、落眼ネスカフェさん、なんだっけ、たやきちゃん、ありがとうございます。タクパッパさん、たやきちゃん、いっちゃんさん、たやきちゃん、ありがとうございますね。桃マンゴーも大好き。あ、梨ちょっと苦手かもしんない。梨とスイカ、スイカはまあ一応野菜という、なんか野菜だよっていう人もいますけども、まあ、とりあえずスイーツに、ね、スイーツじゃない果物に入れちゃいますと、なんかちょっとね、全然食べれるし、全然食べるんですけど、他のフルーツと比べたら私の中で一段下だなっていうイメージ。そう、私ちょっとジャリジャリ感が苦手なんですよね、あれ。そう、でも全然ジューシーなやつは食べれるんですけど、なんて言うんだろう、不意に、でも本当にちっちゃい頃食べて以来食べてないんですよ、梨。小6ぐらいで、ああ私多分これこっち系ダメだわと思って、多分食わず嫌いしてるんですよね、ずっと。スイカと梨、
なんでずっとなぎちゃんの話してんねん。カキはカキはカキ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 の木カキはあんまり食べない。ぶどうは大好き、大好きっていうか普通に好き。メロンも好き、いちごはもう大好き。ビワはあんまり食べたことないですね、もはや。そう、リンゴは好き。あ、リンゴ食べなきゃやばい。佐賀は果物有名なものありますか。え、いちご有名ですよ。いちごと白いちごとかも有名です。白いいちごあるんですけど、めっちゃ甘いんでちょっと食べ比べてみてほしいですね。キウイは好き。そう、長崎はビワ有名ですね。そう、長崎に修学旅行かなんかで行った時にビワゼリーとかめっちゃ売ってて、あ、そう、白いちご。有名ですよ。白いちご有名なのでぜひね。スイカは熊本とか今はもううまい。スイカは確か熊本と、あ、どこだっけ、あ、でも長野はスイカ結構盛んだよって言ってた。あの、誰だっけ、さやちゃんが。そう、スイカ、スイカ最高だよって言ってたから、ぜひちょっと長野のスイカとかもね。熊本と長野かな、スイカのイメージは。りんごと梨って食感は同じ。いやー違うんですよね。ちょっとジャリジャリ感が強いのが梨かな。さくらんぼも好きです。結構あれ、さくらんぼってパクパク食べちゃいますよね、ちっちゃいから。ドラゴンフルーツ食べたことないです。もう食したことすらないです。九州で行ったことない県は宮崎、あー、ブリさん、宮崎ですね。宮崎、沖縄、宮崎と沖縄かな。みかんとか、そう、みかんも美味しいとこあるよ。のっちさん、ハートありがとうございます。梨のアイスとかあるんだ、逆に。スノーツタン、ありがとうございます。メロンは北海道と茨城かな。北海道がちょっと赤いイメージで、茨城があのメロンっていう色のメロンのイメージイメージですけどね。九州行ってみたい。本当に九州は本当にね、楽しいこと尽くしなので、うん、なんて言うんだろうな。あ、45分なのでじゃあ終わりますとか言って、ちょっとね、セーブして、よっこらせい。ガリガリ君の梨が、あー、でも見たことあるかも。おやすみなさい、ありがとうございます。おやすみなさい。ノーティーさん、たやきちゃん、いつか君と恋人になるさん、なんともありがとうございます。
愛媛のみかんはね美味しいよ本当に。でもね和歌山のみかんも美味しかった。めっちゃ前だけど本当もうあのるっちゃんがですね、るっちゃんっていうか元和歌山県代表のるかちゃん、サルルさん、たやきちゃんありがとうございます。あ、竹本さん、たやきあみちゃんありがとうございます。たやきちゃん、あ、明日までか。全然もうなんかもう日にち感覚がなさすぎてやばい。明日 21? ん？明日何日？明日20か。明日20までなんだ。たい焼きちゃん、竹本さんありがとうございます。20までなんだね。なるほど。やっぱ私この長さのが似合ってるわ。1時間で2時間ぐらいとかなる。そう、あのね、以前のイベントもね、何時間か忘れたけどね、1日でありがたいことに達成していたださせていただいたんです。前髪はね、自分で切ってます。どうして20分ぐらいで終わろうかって言ってたかと言いますと、まずですね、ギターを選ばなきゃいけないんですよ、先日。なんで最近もうほんとバグってきてるんですよね、 iPad ちゃんが。私の iPad ちゃんが、Wi-Fi 切りました。ということで終わりますね。みんな勝手に帰らんとってな。こんばんは、見えてますかって見えてますけど、今しゃがめ、今は関西弁。はい、ということで
上がりますね。サルルさん、ハートありがとうございます。明日あと10日。あと10日でもう6月終わる。びっくりしたんだけど今。本当にありがとうございました。ということでランキング見ますね。今日はチームエイトのあの曲をあげます。あ、でもこっちはあげようかな。こっち何だっけ、これ。これなんだっけな。あ、なるほど。OK。 初見です。ケイナさん、ケイナさんありがとうございます。ハルさん、レインボースターありがとうございます。ほんと、もう半年終わったんだね。びっくり。いや、そうなんですよ。あと10日で、7月1日で、5月の1日に行われた熊本公演からもう早2ヶ月ぐらい経つんです。ほんとね、びっくりしますね。はい、ということで、現在、AKB48、あ、違う、48、AKB 新聞というか AKB グループ新聞で、グループ新聞で行われているイベントのガールズセレクション2021、ハッシュタグは 48timesGS2021 というハッシュタグでやってるんですけど、統一ハッシュタグね、やってるんですけど、そのイベントにね、参加させていただいております。昨日、おとといに発表されたね、中間発表でも本当に見事1位をいただいて、本当にありがたいんですけど、もう本当にもうね、うちのファンじゃない方も多分投票してくださっての結果だと思うんですよ。そう、だからでも本当にこう、多分1回目はみんな様子見だと思うんですよね。そう、だから結構今からが本番なところがあるので、皆さんここまで来たらもう本当に掴むしかないので、皆さん本当によろしくお願いします。本当によろしくお願いします。ジョークスノーさん、レインボースターありがとうございます。本当にね、すぐ追いつかれるポイントさんなんですよね。前にゆきりの動画で見かけて綺麗な人だなと思ってました。やった、ありがとうございます。嬉しい、ゆきりんさん大好きなのでね。そう、今日もゆきりん、今日あげる、私インスタのね、 IGTV っていうインスタの投稿の横にあるテレビみたいなマークのところ押していただけると分かるんですけど、そこに IGTV にね、毎日ギターをこの期間、そのイベントの期間がで毎日ギターをあげてるので、今日はゆきりんさんからもらった服を着てあげてるので、ぜひ見てください。ということで、ゆきりんさんは、手術とかされるんですよね。うわぁ、すごい。いつなんだろう。さあ、ということで、終わります。
時間はあと30秒あるんだ。大丈夫よ。ということで、私は続き読むので、ということで、ランキング変わったけど後で書いて載せますね。ということで、4083人の皆さん本当にありがとうございました。それでは終わります。バイバイ。Thank you for watching, guys. ありがとう。